ガオガオどうもトラです。おお、これがねうますぎて、うん、唐山さんの唐揚げ極ダレと食べてるんですけど、もうビールにすごい合うんですよ。うん、もうすごい最高。あっ、まだ入ってた。で、今日食べ終わって何をするかと言いますと、今の時刻がですね、見えませんね、15時23分なんです。昼間から酒飲んで辛いくって最高な一日を迎えてるわけですが、やっぱり3時といえばもうコーヒータイムですね、ティータイムが必要じゃないかということで、今回はティータイムといえば最近流行ってる、皆さん分かりますね、はい、そうなんです、ダルゴナコーヒーを作っていきたいと思います。調べたんですよ、どうしたらいいんかなと思って。で、ダルゴナコーヒーって結構簡単にできるらしくて、そんな簡単にできるのちょっとやってみようじゃないかってことで、今回僕は挑戦したいと思います。結構お腹もいっぱいだしね、やっぱちょっとスイーツを食ってゆっくりしたいと思うんで、それではレッツクッキング。いや、ダルゴナコーヒーで何を使うんだということでね、まずボウルを用意してくださいね。もうさっきから見えてたと思うんですけど、牛乳です。牛乳とインスタントコーヒー、砂糖です。あと熱々のお湯ちょっと今から持ってきましょう。熱々これね、持ってきちゃいました。これ見たら分かる通り、もう湯気がすごい、もう熱々です。これを使って今日やっていきたいと思います。はい、 OK です。早速作っていきましょう。まずインスタントコーヒー、砂糖、お湯を混ぜる。おマジさ、インスタントコーヒーってさ、何なんだろうと思っていろんな種類あって、で昨日ちょっとあのケミオさんの動画見ちゃって、でなんか失敗したんですよ、めちゃくちゃで、あれ失敗するの嫌だなと思ってでいざスーパーに行ったらマジで分かんないよ、これどれどれどれ、どっちみたいな、引いてあるけど、あとお湯を入れてこうなんか捨てるやつみたいな、なんか よく分かんないんだけど、なんかいろんな種類のインスタントコーヒーがあって、どれ使うのみたいな、ブレンディー、どっちみたいな、探ってて Google 先生に聞いたら、どうやらこういう系のこのちょっと砂利みたいな、甲子園の砂みたいな、これがいいということで、これを買ってきましたということですね。はい、それでさ、なんかうちのお母さんがさ、このケミオさん知らなくて、ずっとケミオってさ、何なのこれみたいな、うざいんじゃないのって言って、で昨日なんかそのダルゴナコーヒー作るって言ってこう見したんですよ。そしたらドハマりしちゃっててマジウケるって、1回に1台欲しいわーって言ってて、いや、一回に一台って、なんで機械になってんねんって話なんですけど、で、それもケミオの発音、ケミオ、ケミオ、ケミオ言うんですよ。ケミオなのに、ケミオ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 って言うんですよ。てか全然開かないんだけど。死顔をしてしまったね。ああ、めっちゃコーヒーくせえ。1対1対1の割合でいくって書いてあったんで、大さじ1ですね。大さじってすり切りだっけ？ちょっとよくわかんないな。ああ、確かすり切りだった気がする。やばい。めっちゃこぼしちゃった。ちょっと待って。ティッシュ切れてるぞ。誰だよ、最後に使ったやつ。俺か。はい、これでね、ひどいか文句は言えないでしょう。熱っ、若干触ってもうた。次お砂糖も大さじ1かな。でもすごい簡単だと思うんで、おい、あとお湯もね1対1だった気がする。そうだね、お湯も1対1対1。ちょっと沸かしすぎたなこれ。うわー、こぼした。はい、とりあえずね1対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 1を全部入れたんで、あとはどうやら混ぜるがごとしってことで、これを混ぜていくわけなんですけど、なんか他の YouTuber の人ってみんなハンドミキサー持ってて、すっごい羨ましいんですけど、こんなもんこっちに家に簡単にねえしって感じでね、本当にあんなミキサーある家なんかあんまないでしょって感じなんですけど、とりあえずこれをもうひたすら混ぜていくと、泡立つまでひたすら混ぜつけるっていう苦行をねしなきゃいけないらしいんで、もうえぐいんだけど、これ本当に固まんのマジで思わない？ハンドミキサーね、自楽じゃね、もう苦行なんだけどこれ。ずっとこっからね無言な戦いになるんで、ちょっとすいません、しばしお待ちを。あー、きつ。あ、待って、ちょっといい感じかも。ほら、どうですか、ふわふわなってきてる、ふわふわに。ほら、いい感じじゃないこれ。マジできつい、これミキサーあった方がいいわ。ちょっと一回休憩。見てくださいこれ、ほら、えぐくね、これもう完成と言っていいんじゃないかな。でもやっぱ粘り気いい方がなんか見栄えもめちゃくちゃいいらしいんで、ちょっとインスタ映えするように頑張ってみますね。あ、疲れた、マジで疲れた。これ来たわ、多分これ完成だで。ちょっとあとどうすんだっけ。泡立ててグラスに牛乳入れて上に泡立てたコーヒーのせる、お好みトッピングどうぞだって。え、これで完成じゃん。じゃじゃーん、完成です。さあさあ、ちょっと牛乳入れていきましょう。はい、でちょっとグラスなくってさ、いい感じのグラスが、なんか
酒のグラスになっちゃったんだけど、ジムビームのグラスになっちゃった。入れていきましょう。決してこちらはカルーアミルクを作る動画ではございませんということでね、半分ぐらい入れたいと思います。これもね、それではお待ちかねの、え、めっちゃすごいんだけど、見える？みんな、いや、もっと寄って寄って寄って、おお、すごい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 、いやー、普通に量足んないな、これちょっと。すり切りまで作りたかったな。ミスった。まあ、そこはちょっとご愛嬌で許してくださいってことで。はい、完成しました。こちら、これですね。ほら、どうですか？では早速実食していきたいと思います。え？やばい。これかなり激うまかもしれない。ほら。すごくない？ヒゲ作れるよ。ハリーポッターに入れるこれ。すっごいうまいこれ。めっちゃいい感じにできた。おいしいこれ。すっげえ。コーヒーの苦味は一切ない。前の動画見てくれた人は分かるんですけど、コーヒー飲めないんですけど、それでも全然飲める。すごい。ずっとついてた。すごいんだけど、これは開発した人すごいな。激うまじゃんこれ。やべえ、写真撮るの忘れた。インスタ映えすんのに。あとでもう一個作ろう。簡単に作れるし。はい、じゃあってな感じで見事ちゃんと飲み切ったということで、これはカルーアミルクではございませんよ。皆さん気をつけてくださいね。はい、じゃあそれでは今日の動画はね、ちゃんと作れたってことで非常に簡単でした。最近ね、すごい流行ってて、これはで、みんなもこの暇してる間にこれなんかすごいチルタイムでめちゃくちゃいいんじゃないかな。ちょうど産地のおやつにぴったしでした。とりあえずね、ハンドミキサーがある方はぜひ簡単に作れるのでやってみてください。そうでない方もね、僕と一緒に苦労して頑張って作りましょう。そっちの方がもしかしたらうまいかもしれない。苦労した分ね、やっぱうまさは倍増されるかもしれませんので、皆さんもぜひよかったら試してみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。イエーイ。くそ、またこれやんのかよ、写真撮るために。きつー。ああ、みんなも気をつけてね。これ一日一杯限定だな。疲れるわ。普通に無理だわ。もうしんど。これマジできつい。マジで。疲れた。こんなに疲れるとは。いや、恐るべし。だがあれなんだっけ、ダゴナコーヒー、あれダルゴナコーヒーだったわ。恐るべし。くそわ、写真なんで撮ってなかったんだ俺は。悔やむ。こんなことがないように頑張ろう。皆さんもくれぐれもインスタ映えするときは気をつけてください。特にこれはミキサー持ってない人からしたら苦行なんで。もうすごい、もう手も汚れてるし。めっちゃ汚れんじゃん、ダゴナコー、ダゴルダゴルガナコーヒー。忘れてた、俺牛乳飲むとお腹ピーコちゃんになって、もうトイレと友達になっちゃうんだった。俺にはこれもう向いてないわ。もうやらん。いてててててて、あ、いてててて、トイレトイレトイレ。